オリンピック委員会の会長森さんの女性蔑視発言が炎上中ですが、たけしさんもこのことについて語り、ニュースになってましたので見てみましょう。ビートたけし74が6日 TBS 系新情報セブンデイズニュースキャスターで、東京オリンピックパラリンピック大会組織委員会の森喜朗会長が女性蔑視と批判されている発言をしたことに関して、本当に頭悪いよね、女も男も間抜けが話すと長くなると言えばいいのにと話した。森氏は女性がたくさん入っている理事会は時間がかかるなどと発言したことに対し謝罪、発言を撤回した。はい、というわけで日刊スポーツからでした。確かに性別に関わらず、話の長い人、短い人っていますよね。この記事に対しネット上では、たけしさんの言う通りです、森会長は理事会に女性がたくさん入ってくること自体がとにかく気に食わなかったのでしょうね。そんな人がオリンピックを推進するリーダーであるのは明らかに不適任だと思います。森は確信犯でもあるし、今までの自分の失言から学んでもいない。頭が悪いのはとっくにわかっているが、それ以上に性格が悪い。考えようとも、理解しようとも、社会を知ろうとも、自分を顧みようとも、すべてやっていない。反省などする気がないし、反省したら自己否定になるからできない。つまり、改善のしようがない、する気もない愚か者ということだ。失言ってうっかり言うことだと思うので、森さんは自分が信じていることを言っているだけだから、失言ではなく人格の問題、という意見などが上がっています。森さん、もうそろそろやめてくださいというところなんでしょうか。そして、この話の最大のオチは、女性は話が長くなるって話を、森さんが40分もかけて長々と話していたってことですね。もうほんとどうなってるのって感じです。今回はこの辺で。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録とベルのクリックもよかったらお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。